はい、こんにちは、まこじです。今日はこの堀牧場さんの夢ミルク館に来ました。今ね、この冬場の間は店自体はやってないんですけど、昨日ね、ツイッターの方でたまたまちょっとまこじもここ最近来てなくて、ちょっと初めてね知ったんですけど、こっちの方に自販機があるということなんで、アイスのね、アイスのね。で、今日はこれをちょっと面白いなと思ってちょっと来ましたでね、今からちょっとこの中紹介どんなんかなっていうのをちょっとね見に来たんで、まずね、この横のこっちの方にもね、従業員さんがなんか書いてくれたみたいなんですけどね、こうやって可愛らしいソフトクリームですよね。こんなのこのねユニット自体がここにポンと置いてあって、でこの反対側の方にもこうやってソフトクリームポリボクとかね、夢ミルクこういう風なのも大体すぐ分かります。じゃあね、いよいよちょっとね見ていきましょうかね。はい、まず横にはね、ソフトクリーム冷凍自動販売機あります、売ってますみたいな。で、人参販売中1袋100円で、よいしょ。で、ここの中の奥の方に人参さん、あ、これカットしてある感じですね。ちょっとね、あまり商品なんであまりちょっと触らないでおきますけど、でこちらの方に夢ミルク館のね、マップとかも置いてあります。でこれが自販機です。でここはね100円玉で、今ねまこじいが今回は100円玉を、はい、いっぱい持ってきましたよ。9枚ありますね。スーパーで行くたびにお札1000札出して一生懸命こうやって100円玉にしてきました。ここはね100円玉しか使えないみたいなんで、でまこじいの分と、それからまこばあちゃんの分もちょっと買ってみようと思います。買えるかどうか分かんないけど、値段全部分からないんで、じゃあ開けてきます。よいしょ。はい、こんな感じ。なんか美味しそうないっぱいあるね。いちごミルクとかソフトクリームな、なんかないのあるね。で、みんな夢ミルク館のシール貼ってあるね。ブルーベリーソースとか、あ、600円、下500円ね。これ500円、600円で、ミルクソフトとかね、チョコソース、マンゴーソース、そう、マンゴーソースや。ちょっと下も見てみましょうかね。よいしょ。よいしょ。はい、こうやって2段になってます。はい、いっぱいありますね。まずはまこじいが食べたいのはミルクソフト400。よし、じゃあまこじはミルクソフトの S のプレーンにこれにしてみようかね。またこれ400円で、そしてまこばあちゃんにまこじが400円やから、まこばあちゃん500円までいけるね。そしたらミルクソフトのカラメルソース、これいこうか。よし、じゃあまず、はい、入れます。1、2、3、4、5、開ける、もにょん、開いた。
これ1個ね、これとで、他のところはね、空っぽのところは蓋開くようになってるけど、よいしょ、はい、じゃあこれね、ソフト、はい、2、3、2、4、じゃじゃん、はい、よいしょ、はい、ミルク王国クレーン、はい、じゃあね、こうやって今2個買いましたよ。じゃあこれね、まあ、結構冷えてカンカチコンです。なんで多分お家帰って食べても大丈夫だと思うんで、今ね、ダッシュでお家まで帰って食べて、はい、帰ってきました。今ね、バグアタの中の夢ミルク館で行って、自販機で買ってきました。これです。それとこれ2個、こっちが500円でこっちが400円、ね、はい、このね、夢ミルク館のね、これはカラメルソフトクリームのカラメルソースのやつです。でこんな感じでね、細かく内容とかもこう書いてあります。でこっちも一緒でしょ。こっちはミルク王国、はい、これは普通のアイスクリーム、ソフトクリームですね。でまたね、今帰ってきて20分ぐらいかな、20分か25分ぐらい経つんですけど、まだカンカチコンです。なんでお持ち帰りしても全然これ、金沢界隈やったら全然大丈夫やと思います。じゃあね、これ1個、まこじいは本当はね、買うときまこじいこっちって言ったけど、見たらこのキャラメルの方も食べたかったんでこれいただきたいと思います。これまだ硬いよね。ほら、上にこんなカラメル乗った、うまそう。はい、じゃあね、生半からもやったらあるんで、金属製のスプーンです。あ、キャラメルはほら、わかる？キャラメル、ほら、トロトロ、トロトロですよ。うまそう。キャラメルのとこ、いただきます。うら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 これうまそう。いただきます。おいしい、めちゃ、キャラメルソースもまたうまいです。で今ちょうどね、こうスプーンがちょうどサクッと刺さってちょうどいいぐらいかもしれないの入ります。うまい。また冬場のね、このソフトクリームってまこっちスーパー行ってもいつもアイス買ってきて、で冷蔵庫に入れてあるんですよ。で寒い寒い言いながらもストーブにこうね、当たりながらでもこうやってそういうの食べるっていう、金沢はね割と、冬でもこうやってアイスクリーム食べる習慣があるんで、これいいですよ、美味しいです。うまい。ではね、もう一個、これはまこばあちゃんのお土産にね、ソフトクリーム、こちらをまこばあちゃんに後であげたいと思います。ではね、今新しく今年入ってからかな、
あの自販機カゴ型のところでね、夢ミルクに置いてあるっていうのを昨日たまたまツイッターで知って、あ、昨日じゃない、おとといかな、おとといや。で、昨日ちょっとうちからね、天気も悪かったんで全然出なかったんですけど、今日ね、ちょっと雨も上がったんで早速ちょっと行ってきましたということでね、またご紹介いたしました。夢ミルク館ね、お近くにお寄りの際はぜひともお立ち寄りください。冬場でもアイス食べれますよ、美味しいの。じゃあね、またよろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。